はい、では前回の続きをやっていきます。前回はね、この金槌をもってですね、大金槌を持ってモンゾーラに行って地下深くを掘りました。ここはですね、このね、展示室を作ったんですけどね、誰も見に来ませんでした。ごめん。ごめんなさい。ね、ここはね、モンゾーラじゃなくて空っぽ島でございます。さて、これ邪魔だな。間違えた。あ、いいか。なんか邪魔なんだよな。邪魔だな。まあいっか、これでも。
はね、こういう岩もね、全部ね、石窟にしようかなと思って、石窟。石を掘ってさ、岩を掘ってなんかやろうかなと思ったんだけどね。そうだ、これをやろうと思ってたんだよ。そうだ、どんぐりだ、あ、キノコ狩り、あ、どうしようかな。これをやろうとしてたんですよ。キノコがあります。キノコがいっぱい。4つ置いて、小さい石も4つ置いてるね。3つか。ツタがないんだよね、緑色の。そうそうそう。キノコやってくんないかな。キノコはやんないんだ。特にやることなくなったかな。本当はね、もっとね、木を植えたいところなんだけど、もう小屋しかないんだよね。小屋しがさ、小屋しはあるんだけど、どんぐりの種の方が少ないんだよ。寂しいね。なんじゃいこれ。あー、落ちたら寂しいな。
クちゃん、チャクちゃん、どんどんできるんだよね。さっきなかったのに。嬉しいことなんだけどさ。ちょっとこれでいいや。
おいいね。
人が来てくれた。ダメだな、開けてあげろ。小屋しかないんだ。料理してくれてるね。そしたらもうちょっとやることがなくなったんで、オッカムルに戻りたいと思います。指導待ちです。さて、暗いなと思って、もっと置きたいなと思ってるんだけど、やめよう。サボテン街道。ストーリーをね、進めていこうかね。
一気に行きますよ。前までにね、トロッコをつなぎたい。Thank you.
をしていたぞ。解いているのはやはり金や銀はこのさらに奥に。ミッション達成、多分ね2日でやったんじゃないのかな、わかんないけど。報告会まだ1回しかないはずだよ。もう1回何かあったかな。まだやダメなんだよ。ペロの部屋を作んないとダメなんだよ。でもその前にね、筋肉のね鍛えるトレーニングルーム作ってペロの部屋。筋肉。水の泡だよ、本当に。水の中で水の泡になった。これが問題だ。場所がないんだよね。
ちょいなの。作れんのか。でも持って出れないよね、違う島にね。国会です。まだねカッパーマンいないのにと思うんだよね。あ、なったかな。あ、もうちょいかな。あと12個だってよ。
ても大丈夫かな。大丈夫だね。今ね、くさび肩べらを着てるからね、バニーになってもね、バニーじゃないね。ほら、全然バニーじゃない。何がやだ。何が嫌だよ。全然バニーになってねえじゃねえか。亀仙人になった、亀仙人になってるね、セルジーが。はい、どうかしら。そうだね、やっていくことにしよう。カッパーマンになるのを待つだけだね。もうすぐ夜が明ける。ちょっと柱を作ろう。柱をね、作りたいんだよ、俺は。ね、ちゃんとね、天井ね、柱で支えていますよってやつですよ。
ましょう。今日は何もない日だね。ゴールドンの報告会まで。モンスターの襲撃がまだないんだよね。固めておくか。
あるんだけどさ、あらレベル17なんだよね。やることがないならレベル上げるべきだね。
ちゃった。長いな。ちょっとね、強敵を倒してからね、戻ろう。そうだ、ちょっといろいろできることがあるね。ちょっとね、いろいろできることがありました。いろいろ思い出しました。とにかくこのドラゴンと順番にやっていきましょうね。もうダイヤモンドとか壊せるんだよね。金も手に入るね。ちょっと気がつくのはそうかと。そうだな、空っぽ島から戻ってくと直後にダイヤモンドと銀と金を取るべきだったな。ちょっと失敗したな。たくさんあるな。
リがないね。
でしょうか。やっはー、よっ、うん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 、よっ、このくだりは任天堂のゲームみたいな。
ちょっと残していこうか。銀がある。銀があるんだけど、今は行かない方がいいか。ここは後でだな。
Thank you.
て、
ね、そしたら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 チェックかな。あ、ここ。あ、そっか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 。ちょっと事故。導きの玉を、あれ、どこから行ったんだっけ。
かったっけかな、何もなかったかな、ここは忘れちゃってる。指導用のトラックがないんだよ。間違えた。押しちゃいけないんだよ。
っちゃうんだよね。せっかくカッパーマンになる手前まで来てるのに。もう一つやるとことがあってこっちに来る。もう一個ねやることがあるんです。そのあることをやったところで今回は終わりにして、次回をお楽しみということにしようかなと思います。酒場のものまでね、ペロが石化していないのに、石化する前のペロちゃんにペロの電飾を見せることもできるね。では今回はここまでということにしようかな。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。